はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えー、先ほどの、まあ、ほぼほぼ続きになっちゃうんですけど、えー、そうですね、5分でわかる統一原理っていうのがですね、あったんで、僕はあの、統一原理がちょっとわからなかったんでね、30時間ビデオ見てもわかんなかったんで、えー、と一応見たんですけどっていうとこのお話なんですけど、今回タイトル版、えっ、ー、と、ほぼ5分でわかる統一原理は嘘ですっていうお話をですね、 してみたいと思いますね。あの、内容についてじゃないんですけど、えー、そうですね。あの、ほぼ5分でわかるっていうのですね、あの意味合いはですね、あの、うんと、5分の動画をですね、たくさん撮ったので、それをですね、何百本か見ればですね、統一原理がわかるっていう、えー、シリーズものらしくてですね、ええー、 何ですかねまあ、全、ぜな、何十回、何百回あるんで、全部見てね、とかですね。書いとかないとですね、僕みたいにこう、え、何 ?5 分、5分見たけど、それ、あのー、俺が見る、見たビデオの、30時間見て、見たビデオの最初の部分だよね、みたいなさ、感じでですね。はい。内容のことはですね、 内容のことはですね、私は、今回はですね、何も申しません。あ、ちょっと言ったけど、内容は嘘っていう意味じゃないんですよ。えっ、ー、と、5分だと、何にもわかんないよっていう意味ですね。はい、出てますね。第16回、第61回。うーん。<laughs> で、まあ、そうですね。だからまあ、 私、まあ、一本に、二時間のビデオとかをですね、ガン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 見たんでね、結構苦しかったんですけど、まあ、5分の繰り返しをですね、した方が楽なのかなーっていう意味合いの5分かもしれないですけどね。僕が見たのは多分、第1回ですね。はい。なのでね、うーん。ほぼ5分。あ、な、な、な。5分じゃわかんないんだけどね。 まあ、まあたい僕見ましたから、まあもう見ないですけどね。一本、一本見てですね。一本目が、あの、7分弱、6分何秒だったんですけど、5分じゃねえじゃねえかみたいな感じのこともですね、思ったんですけど、思ったんですけど、そんなところのですね、小さな愚痴をですね、言っちゃいけません。あの、神の、神のあれなんでね。まあ、みんなに見てもらいたい。信者さん、 向けなのかな信者さんかですね。うーん。これから信者候補の方に見てもらおうかなっていうところで、まあ。ね、はい。92回で。5×92 回でも結構な数になっちゃうんでね。まあ、100回、100回 ?120 回で10時間か。僕30時間見ましたから、こっちの方が早いかもしれないですね。ってことで、はい。今回はですね。 えー、ほぼ5分でわかる統一原理っていう番組はですね、その時間的なところの話をするとですね、えー、何百本か見ないといけないんでね、結局5分じゃ済まないよってことで、はい、今回以上です。